どうも、一生声掛け中のものです。6基の全高は1620ミリ、約 1.6 メートルなんですけれども、これちょっとイメージできない人は、近所にいるラフアメリカ青蛇、ラフアメリカ青蛇を頑張って捕まえて立てる、すると大体一緒です。ロッキーはですね、タントから始まったダイハツの新しいプラットフォーム DNGA をベースとして作られた横置きエンジンの SUV です。 FF と4駆がありまして、今日紹介するのは4駆です。フロントフェイスで注目なのは、この六角形のロッキー独自のグリル、ピアノブラックでスベスベしてますし、ごついイメージです。またこのバンパー左右のダクト風の処理、そして下のブラックのパーツがですね、いちいちですね、エッジが立っててごついんでございます。サイドに回ってきました。ボディが上下に厚い SUV らしいルックになってます。それを強調するのがこの前後のタイヤです。上級仕様は17インチを採用してますよ。ちなみに単純に見た目だけじゃなくて、走破性も考えられてます。例えばフロントのアプローチアングルは20度、そしてリアのデパーチャーアングルは32度も確保してるんでした。意外にやるやつ。ロッキーのサイドビュー、注目なのはここ。このツートーン塗り分け車両ですと、このようにCピラーが飛行機の尾翼のように目立った存在感を出してるんです。引いてみるとかっこいいです。それにしてもいい色ですよね。オウムが起こった時の目の色よりも赤いです。ヘッドライトチェックします。イグニッションをオンにするとシグネチャーがつきます。ヘッドライトオンにします。ハイビームにします。戻します。ハザードをつけます。戻します。フォグをつけます。そしてこの車、サイドランプというものがついてます。ステアリングを右に切ると右側の横のランプが、そして左に切ると左のランプが、リバースに入れると左右のサイドランプがつきます。なお、このサイドランプ機能はライトの位置をですね、オートにしておいて、実際に暗いところでないと作動しません。なので夜にテストします。それではステアリングを左に切ってみます。注目です。ほら、光りました。サスペンションはフロントストラット、そしてリアはトーションビームです。四駆でトーションビームってとっても珍しいです。その分荷室が大きく取れてます。ロッキーの全長は3995ミリ、約4メートルなんですけれども、これちょっとイメージできない人は、近所にいるキクザメ、キクザメを捕まえてバーンすれば大体一緒です。ちなみにロッキー、このようにいかつい SUV のルックですけれども、空力には使ってます。例えばこの下、ここにですね、しっかりしたでかいですね、エアストレーキがついてます。また前輪タイヤの手前にこのようにストレーキがついてます。かなり大きい。そして後ろギアにもやはりですね、このように大きな昆布のようなストレーキがついてまして、タイヤによる乱流を防ぐんでした。テールに回ってきました。非常にゴツゴツとしたテールランプ周りが魅力です。また注目はですね、この下、最低地上高が185ミリとたっぷり取られてるんでした。テール部分では上部ボディと一体デザインとなっているウィングが上と横についてます。テールライトチェックします。テールつけます。ブレーキ踏みます。ハザードつけます。リバース入れます。リアフォグつけます。エンジンは1リッター3気筒ターボ、98馬力になってます。ロッキーで舞踏会に行く人が気になるのが、お化粧直しのためのミラーとライトがあるのかですよね。あるのかな、ないのかな、ドキドキするな。てで、お、てで、ありました。でかいミラーですが、ライトはないですね。50点です。フロントシートです。このグレードではブラックにレッドのパイピングが生えてます。フロントシートチェックします。座った感触は IMGW 今川焼きのようです。すごく厚めの皮があるんですが、内部のあんこは柔らかです。シートのリクライニングは上のレバー、下のレバーはリフターです。ちなみにこのフロントシート、このように高さは665ミリとたっぷりしています。このため視界がいいんですね。
この高さですね、ちょうどツシマヤマネコを捕まえて立てた時と同じです。インパネです。大きなブロックで面構成したデザインがかっこいいです。ロッキーのメーターはこのクラスとしては嬉しいですね。とても大きな液晶を使っています。メインの液晶、さらに右にはですね、スピード等を表示する液晶、サブ液晶が備わっています。このメイン液晶の部分にはですね、いろいろな表示が可能です。手元のステアリングスイッチを操作して様々な表示に切り替えていきます。中でも注目なのはこのタコメーターの表記をですね、4パターンから選択できるんです。4パターン目、3パターン目、2パターン目、そして私が一押しの1パターン目、急にタコメーターの角度が変わります。これミライチック。ステアリングは小径で扱いやすいものです。ただ皮巻きではないので、ちょっと夏場汗ばむと滑っちゃうかもしれません。さらにこの右、格納式のカップホルダーです。近年ですね、運転席周りのカップホルダーはオープンタイプも増えてますけれども、やっぱり格納式だとこのギミック感がいいですよね。ドアポケットの収納も凝ってます。グリップの部分に1箇所、そして下の部分にはペットボトルが2本入るようなスペースがあります。さらにここには大きなスペースが。インテリア中央上部にはモニターがセットされます。これ電源を入れるとデカめのロッキーの顔が出てくるんです。またこのモニターはステアリング左のですね、カメラボタンを押しますと、このように任意のタイミングでバードビュー、そしてですね、車両周辺の情報をモニタリングできます。前輪の左右の様子もチェックできます。中央上部にはエアコンの吹き出し口、センターにはハザードがついてます。そして中央部分にはオートエアコンの操作系、その横にはエンジンスターター、さらに下にはですね、小物入れスペースがありまして、その奥にはですね、右に USB ポートが2つ、その横にシートヒーターが左右用、さらに一番左には AC 12ボルト電源がありまして、夜間にはこのエリアに照明がつきます。手前にはストレートゲートタイプのシフトレバー、ちなみにこの車は CVT です。 D の位置から右に倒して前後をするとマニュアル操作もできます。サイドブレーキはスティックタイプです。またこの車、この部分にメタルチックな加色、それはエアコンの吹き出し口にも、さらにはドアのグリップにも付けられています。まるでですね、ショムニで江住真紀子が持っていた脚立の色みたいなシルバーがかっこいいですよね。ちなみに SUV ルックで大柄、そしてタイヤが17インチのロッキーですが、最小回転半径はなんと5メートルと超クイックに曲がってくれるんです。ちなみにステアリングの切れ角をこのようにモニターに表示するシステムも備わっていますよ。はい、そして引き続きインテリアチェック。この部分、柱構造の中に小物入れがあります。またグローブボックスは平均的な容量、そしてここに格納式のドリンクホルダー、さらには助手席の下にアンダーボックスもあるんでした。シート下にはコンソールボックスがあります。視界はですね、窓の面積が上下に薄いためですね、スーパークリアというわけではありませんが、独特の SUV 的なごつさを感じます。ただこのロッキー D-Noはですね、左後方視界です。 C ピラーの後方にクォーターウィンドウがあるので、この部分ですね、左後方視界がとってもいいんでした。ラゲッジチェックします。ガバリと大きく開きます。またチェックはここ左右2箇所に取っ手がついてまして、開け閉めしやすいんです。2箇所って珍しい。そしてラゲッジルームはかなり広大です。全長4メートルの車にしては奥行きも結構あります。これだけのスペースがあれば体長70センチの扇バトを捕まえてきて、縦差しでちょっと斜めって2羽セットできます。またラゲッジのフロア面にはこのように四駆としては異例なほど深くて大きいアンダーボックスがあります。その大きさたりはもはや甲府盆地並みです。なおこのラゲッジボードは取り外すこともできますし、低くセットすることもできます。左右2箇所ずつ
4箇所のフックも備わっています。荷室の拡大はシートバックのスイッチ操作で一発です。リアシートです。ブラックで精悍な印象ですよ。リアシートチェックします。頭上スペースこれだけありますし、足元私がフロントシートをセットした状態でこんなにあります。さすがです。先ほどお見せしたラゲッジを確保した上でこれだけの余裕があるんです。さすがこれですね。タントでキワキワまで詰めたスペース効率を小型車に適用したら、ダイハツの開発陣からしたら K に比べたら超余裕じゃん。全長4メートルもあればこんだけの空間できますぜという感じなんでしょう。ちなみに前後のシート間距離は900ミリあります。リアシートはですね、このようにフロントシートの下に足をズポッと入れられます。またセンターの下には USB ポートが2つ備わってます。これならお子さんも退屈しません。さらに助手席背面にはマガジンラックが備わっています。さあ、そして中央シートマニアの私がお届けする真ん中シートミシュラン、中ミシュランです。センターシートはどんな感じなんでしょうか。座りました。頭上のスペースあります。きっちりあります。そして足元もですね、しっかりとセンターに足を置いて座れます。膝の角度はこのぐらいつきますけれども、センターのフロアトンネルがとても低いのでしっかり座れます。またシートの食感、座面部分、そしてシートバック部分、いずれも良好です。またセンターのシートベルト、中には取り出しにくかったり使うと視界を妨げるものもあるんですが、ロッキーは偉いです。シートバックにちゃんとビルトインされています。なので装着も楽です。このようにバックルを取り出して、これがですね、ルーフ設置タイプですとバックルが2個あって装着に手間取ったりもします。しかしロッキーはこのように簡単にセットできました。というわけで、真ん中シートミシュランこと中ミシュラン、頭上&足元空間は三つ星、そしてシートの掛け心地はですね、二つ星、シートベルトの位置や装着のしやすさ、適正度合いはですね、三つ星です。全体評価としては二つ星半でした。リアドアはハード素材ですけれども、造形はプレーンでいい感じです。グリップ部分に物も入りますし、下にはペットボトルが入ります。何この加速っていう感じです。ロッキーに初めて乗った人はみんなびっくりすると思います。これとても1リットルエンジンの加速とは思えないぐらい速いんです。車重1トン前後に収まっていることが大きいと思います。もちろんエンジン自体もですね、この14キロのトルクをですね、下からフラットに出してくれていることが大きいです。なお、これをマニュアルモードに入れて低いギアから加速させるとより楽しいんでした。いやー、これはロッキー TRXX と言ってもいいかもしれません。いや、むしろこれは4駆だからロッキークロス4でしょうか。クロス4までは言い過ぎかな。とにかく気持ちいいです。この背の高いロッキーなんですけれども、実はコーナー大得意なんです。DNGA で強化されたボディによってですね、サスペンションがですね、適切に締め付けられたことの結果だと思います。このようにロール感もほとんどなくですね、ロールはするんですが、そのロール量はとてもわずかで、ビタッと安定して曲がってくれるんです。このロッキー 4WD で面白いのは、割と頻繁にですね、後輪に駆動を配分している点です。このようにオンロードの一般的な速度でもですね、トルクメーターを見ていると後輪に頻繁に配分しています。これによって確実な加速感を得ることができています。ロッキーのこのウインカーとワイパースイッチはですね、非常に感触が滑らかで気持ちいいです。ソフトなタッチでクリッと動かす、1回動かすとですね、3回フラッシャーが点滅します。そして自動で消えてくれます。もちろん奥まで押し込めば長く点灯します。ロッキーのステアリングにはですね、右下に PWR パワーと書いてあるボタンがあります。
これ D アシストのスイッチです。これをポチッと押すとですね、同じ速度でもエンジンとですねシフトの特性が俊敏になるんです。なおこのロッキーに採用されている CVT も新世代の CVT になっています。これはですね通常のベルトに加えてプラネタリーギアを組み合わせて減速の幅を大きく広げているんです。このため低速側では、よりですね駆動力を得るようなローギアードに、高速側はさらにワイドなギア比となってですねクルージングの燃費をアップさせてくれているんです。このため今時速60キロでのエンジン回転数は1500回転から1600回転ほど。これは高速になればなるほどですねこの効果は大きくなってきます。さあ高速道路で ACC を起動します。ステアリング右のスイッチをオン、すると待機画面になりました。下のスイッチを押してセット、車間距離は左のボタンで調整します。今最も短い車間距離にしています。速度を高速道路の上限いっぱいの80キロにセットしました。私は現状アクセルは踏んでいません。80キロに設定した速度で前方の車両を追っていってくれています。車間距離はキープしたままです。現状前に車が詰まっているため70キロ、そして67キロで今キープをしています。かなり混んでいまして速度はどんどん落ちています。それでも車間距離は一定のまま。レーンキーピングアシストの機能もついています。ステアリングの左上のスイッチを押します。するとですね白線を読み取って、このように ACC と組み合わせることによって車線を読み取って車体を中央に維持してくれるようなステアリングの補助をしてくれます。今手を軽く添えています。しっかり握っていないと警告が出ます。あ、今ロッキー君がですねゆっくりと補正打を入れながら中央にキープしてくれています。今左旋回なんですけれどもどうなんでしょうか。ステアリングは曲げてくれるかな。あ、曲げてくれています。今右コーナーですがしっかりとステアリングをアシストしてくれています。あ、これは楽かもしれない。これは長旅が楽になりそうです。これをですね1リットルの低価格の SUV に用意してくれたのはダイハツ、すごく優しいと思います。というわけで高速を降りました。バッキバキに有用な装備でした。嬉しいなこの装備。というわけでロッキーはですね1リットル3気筒ターボのとっても元気がいいところ、そして軽量なボディ、ギュンギュンに魅力的なスポーティーモデルでした。ごちそうさまでした。